今回紹介するのは「新米を問うちゃんと小さな怪獣」という本です泣いて笑って一緒に成長していこう2児のパパが飾らない言葉でつづる等身大の育児エッセイ「疲れた今日も大変だったないつになったらゆっくりご飯食べられるんだろう」正直しんどい日もあるしつらい出来事だってあるそれでも子育てはドラマチック で感動的でそして楽しいしんどい日もあるそれでも子育ては楽しい等身大の言葉パパの育児奮闘記胸がジーンとします第1弾の4コマと違い作者の思いが伝わりました普段は当たり前と思っている日常の幸せを感じる良い視察だと思います大満足です小さな子供を持つ親として 共感できることがたくさんありました笑いあり涙ありお母さんだけでなくお父さんにもぜひ読んでほしい以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします